インプレッサムツアシガメは、陸ガメかムツアシガメ属に分類されるカメ。別名別校ムツアシガメ。模式標本の産地はタイ。タイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー南部、ラオス、カンボジアにも分布する可能性がある。中華人民共和国南部に分布するとされることもあるが、人為分布の可能性がある。最大高潮31センチメートルとムツアシガメ。 属細召種。廃坑はやや扁平で、角張り長部は平ら。高幹板は縦幅より横幅の方が長い。円幹板はノコギリ状に尖り、後部円幹板はやや反り返る。種商業インプレッサは紋章のあるのいで、書生幹板が目立ちその周囲に成長輪が発達するため紋章のように見えることが由来とされる。廃坑の色彩は、 高褐色や褐色で、乾板の継ぎ目は黒や暗褐色に縁取られ、円乾板には不規則な反紋が入る個体もいる。別名は本種の色彩が別光のように見えることに由来する。頭部の色彩は黄色や単光色、高褐色で不規則な暗色の反紋が入る。光子と王の間には一つだけ発達した棘状の鱗がある。 標高600-2000メートルの山地で、やや乾燥した毛や落葉樹の混ざる、上緑樹林の斜面等に生息する。寒気と雨季により、気温の変動が激しい地域では、雨季の白明白母寺に、主に活動し、それ以外は落ち葉に潜ったり物陰のようなやや湿度の、ある場所で休む。植生は野生下での観察例ではほぼキノコを、染色する。 繁殖形態は乱生。5月に16から19個の卵を産んだ例がある。中華人民共和国では、食用や薬用とされることもある。開発による生息地の破壊や、食用やペット用としての乱獲等により、生息数が激減している。生息地では、ペット用の輸出が禁止内視規制されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 流通は稀。極めて飼育が難しい種とされ、長期飼育例も極めて少ない。飼育下では、平竹や竹の子、果実を食べた例がある。ありがとうございます。